セミファイナルの始まり、最初の準優勝戦第10レースインコースから1番、2番、4番、5番アウト、3番、6番です。スタートしました。好スタートは5号隅のトップスタート、3号手吉川、6コースから6号手ところで周知マーク、先に仕掛ける5号手値はしても先まくり、これが綺麗に配ってバック出しは3号手吉川元博となります。2手のトップラス、ついつい3番手は6号手徳松秀樹、後方ですが2号手西島、そして1号手小谷、4号手しか最後方ということになりました。第10レース準優勝戦はスタートを正常です。3号艇吉川見事でした。石森マークの旋回、3号艇しかトップでクリア、2番手はレースを移って5号艇赤岩石尾、3番手流れていった6号艇の徳松になりまして、打ちをついた1は2号艇西島吉則。いろいろお疲れ様でした。昨日の晩からちょっと寝つき悪かったです。本当ですか。はい、ご自身のこう思惑っていうのはまずどのあたりにありました。まあ、進入がちょっとねどこからいけるか分かんなかったので、はい、ヒットマダリが持てば3コースかなとは思ってたんですけど、やっぱり本番持たなかったので、はい、まあ5カードも想定してたので。ターンごとにうまいこう反応はありますか。今日は良かったと思います。いい調整ができました。最終日に向けてはまだ調整の方は考えていきますか。もうあとはコンディションに合わせて微調整でいくと思います。わかりました、はい、それでは最後に明日のレースに向けてファンの方にもう一言お願いします。はい、明日も全力で頑張ります。ご声援よろしくお願いします。ポーズ。2対4の進入スタイルとなりました。2つ目の準優勝戦11レースインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。好スタートですか。5コース際どい5号艇服部、センターから3号艇好スタート出ですが、このレーススタートは判定中審議中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。先頭は3号艇の寺田、そして2番手は4号艇谷村ですが、このレーススタート審議中です。お手持ち投票券は大切にお持ちください。ファンの皆様にお知らせいたします。5号艇の服部幸男、フライング返還決定です。5の組に関する投票権すべて返還。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。先頭は3号艇寺田、2番手追走、4号艇谷村。伸びは谷村君よりは伸びる感じがあるので、うん、はい、同じぐらいいったらまずいかなって思ってたんですけど、はいはい、伸びをつけようと思うと伸びてくれるっていう話でしたよね。まあ、つけようっていうかもう一回そうですね、ちょっと出足っていうかバランス取ろうと思ったんですけど、うん、まあ、特に出足も良くならなかったので、はい、伸び寄りでもう行こうかなっていう感じで行ってますけど、うん、そうですね、はい、現状維持で、はい、はい、行きたいと思います。わかりました、はい、では最後に明日のレースに向けてファンの方にもう一言メッセージお願いします。はい、優勝できるよう、精一杯します。カメラに向かってポーズお願いしていいですか。ゲッツ。1番、2番、3番、5番、アウト、4番、6番です。スタートしました。こうスタートになるとスタートフィレッタ1号できちんと計をしっかり読み切りました。一周のジマークセンターから近く5号艇松井茂なんですが、先に待っていった1号艇菊池が先頭、外に行っていった5号艇松井、踏ん張るか2号艇の斉藤陣です。対1切り込んだ6号艇原田後方ですが、4号艇金田、3号艇浮田となっていますが、堂々仕切りました。1番人気の2人まして1号艇菊池が先手先頭です。なお12レース準優勝戦はスタート正常です。5号艇抑えた松井です。打ち突っ張る2号艇斉藤陣、一周にマークの旋回がホーム直線コースですが、丁寧に待ってたった2番手を取り切りました。5号艇松井です。一番いいスタートを切りましたね、この節で。気持ちのいい入り具合だった。あそこら辺だったら、うん、もういつでもいけるなっていう自信はあるんで。かかり、帰ってくる感じも。よかったんですけど、うん、ちょっと今違う部分があったんで、うん、はい。これをちょっと元に、明日の調整に生かしたいなと思います、はい。その調整はしっかりしていきたいわけですね。そうですね。はい。はい、それでは最後。明日のレースに向けてファンの方に一言お願いします。はい、明日も厳しい戦いが待ってると思いますが、しっかりと気合を入れてマスターになりたいと思います。頑張ります。はい、おかわりポーズ。おかわりか。